チッスー、誰も知らない異端児ことイカレタコスケです。ですね、まあ、ちょいちょいとストーリーが進みまして、この初見ウルトラハードですけども、なんかこの遺跡探索というなんていうんですかね、アクティビティみたいなのが、これストーリーに関係ないのかな、なんかサブクエストであったんでやってみようかなと思ってここにまで来たんですけど、なんかね、初めて見る敵がいたんですよ。あれシェルウォーカー。私この後のことを考えると、新しい敵は倒しておかなければいけない。てかどれぐらい強いかわからないしね。そいつの素材が必要になった時にどういう時どういうタイミングで挑めばいいか分かりませんので、というわけで、なんかあいつの周りウォッチャーがいいんだよな。というわけでどうしようかな。ウォッチャーをやって1匹やってあいつをオーバーライドはね、この間は乗ってましたけど、ウォッチャーは多分ね、仲間にできんのか、仲間みたいな感じですかね。おっと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 。ちょうどいい。これまだ試してないんですけど、あと、オーバーライドって数回できんのかな、数匹同時に。考えてみたら、前の、私が倒さなかったボスは、数匹連れ回してたんですよね。失礼します。このオーバーライドが私のようなプレイの仕方には非常に強い。あばばばばばやべ、ただすぐ気づかれちゃうからね。気づかれたかな、大丈夫か。私を探してよいしょ、一発じゃない。これは厳しい。怖え。何、もうやられたのあいつ。ちょっと思ったより強いぞ。なんだこりゃ、なんだこいつ。全然もっと運搬係だから弱いのかと思ったけど、シールドついてるし。ちょっと待って、電気に弱いか。構えてるだけじゃ追い払えない。わだまがいるな。これ範囲攻撃か。いやー全然ダメだ。スリンガーなるものを使ってみるか、どれぐらいダメージ出るかとか全然わからないけど、ここじゃダメかな。お、だがあれが消えた。よーし、お、逃げたな。こいつはもらったか。お前を倒してよ。思ったより強かったですけどね。ちゃちゃっとオーバードライブさせてもらいますよ。オーバードライブじゃねえや、遺跡探索させてもらいます。こっち見てんな。ほんとこのホライゾンはね、隠れるというか、敵の死角がよくできてまして、戦闘中とかでも。待て待て待て、なんだ今の動き今の動きなんすかほら嘘でしょ。あ、でも決して強くない。うまく戦えば大丈夫。これちゃんとね、ほんとね、ガバガバじゃないんですよ。おら、よし、でも強かった。3発か。オッケー、なんかいいもん。あ、シェルウォーカーのレンズ、これか。なんかレアなものと交換できるなりするといいんですけど、じゃあちょっと一回セーブして、あれどこだっけ、セーブ、あそこだ。セーブして遺跡行ってみましょう。いや、この緊張感たまらぬたまらん。外の世界出てから本当なんつうの、敵がどこにいるかわかんないから。しかもこれ今夜でしょ。夜戦いにくいんだ。さて初めての遺跡探査、まあ厳密に言うと子供の時に一回行ってるはずですけども、 あとここに来るまでになんかありましたね、太古の鎧があるところがね。でもそれとはまた別みたいなので、この槍万能すぎるいつも思うけどメカメカしい、今までで一番メカメカしいぞ、すごいな。ここだけ見るとキャラがアーロンじゃなかったら、アーロンってアーロイじゃなかったら別ゲーですね。何があるんですかね。何があるんだろうね、そういえばね。降りる。おー、すごーい、すげえこれ。うわー、完全に別ゲーいや別ゲーってこのゲームの特徴だから別ゲーじゃないですけど、あまりにも世界がこれは、おお、宝箱いいですね。ただこういったところでセーブ所を見つけたことがないんで慎重に行こう。こっちかな、一応こっちも探しとこうか。何もないか。警報、警報、警報出してる。どれ、まだね、この遺跡系はまだよくわかんないですよ、操作が。お宝ボンボンボンですか。鉄に光。まるでこの場所全体が巨大な機械の一部。すげえな。でも誰が作った。え、自動でついてんの。お邪魔します。すごいね、機械っていうか高度だよねこれね。電気代やばいぞ。下はこういう時に使えるのが、あ、こっからで投げられないか。こういう時に使えるのがこの石。お、地面あるね。あ、地面じゃねえわあれびっくり地面じゃないなあれ。ダメだな、絶対ダメだ水だったらもしかしたらね、ワンチャンあるですけど。なんだい、普通に崖かな。降りたくなっちゃう、症候群。なんかサブイベント、あ、でも今回はサブイベントだけど、なんか強制イベントなのかな。換気口を壊せば隠れ場所を作れる。隠れ場所が必要なんですか。換気口ってどこです。なんかいますね、ウォッチャーがいる。換気口ってどこだい。え、どこにいんのウォッチャー。これはここなら隠れることができるかも。音出ちゃったけど隠れられるけど。待って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 、隠れるとは。全然敵の位置が分かんないよ隠れる、あ、この煙で隠れるってことか、そういうことかな。緊張をほどいて。隠れるって言っても、あ、行ってここまで戻ってきて隠れるってことですか。どこにいるの。いや、隣にいるんだけど、どこですそれ。コードの中に埋まってんだけど、ウォッチャーが。怖っ、見てるよ見てるよ。あ、これ弓矢で壊すのかな。大丈夫、弓矢で壊せば大丈夫。これ隠れられる。こいつらは部品を運んでいるのか。部品を運んでる。いや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 、あ、これもしかしてあれか、草むらと同じ効果があるやつか。助かります。だったらこっちのもんですよ。オーバーライド、オーバーライドしとこう。ミスった。オーバーライドしてこいつに行ってもらおう。俺はここに隠れてる。あれも換気口かな。オッケー。あれあいつどこ行った？オーバーライドしたやつ。一緒に頼むよ。今はそっとしておこう。オッケー。やりやえ。ゾイドファンにはたまらんでしょこれ。ちょっと待って、これあいつ味方やられたの。これ味方か。味方強いね。でも全然、何これバリア。うわー、なんだこの機械は。とりあえず敵のセンサーとしてはあのオーバーライドしたウォッチャッちゃんがまさにウォッチングしてくれるんでね。おっとネズミだ。ネズミ倒せるすごいななんかに使えるんですから、ネズミの肉なんて。なんだここ。ウォッチャーちゃん来てる？ウォッチャーちゃん来てなくない？しまっておこう。さっきの場所じゃないですか？ミルは換気扇。換気扇だっけ？換気口ですか。あ、光がさ、ウォッチャーとかの光に見えるんですよ。あ、登り口ですね。思ったより広いぞ。もっとサクッと終わると思ったのに。どうなってんだ？全然見えない。なんかありますね。何これ。あ、体力回復用。すごいな。そっちは何にもない。ライトが欲しいです。ここはさっきとは違う場所ですか。なんか動いてますよ。何ですあれ。電磁コンテナ用レール。人間の体重を支えられるってことは乗れるってことですね。裂け目の近くのあれなんだろう。これね、ほんと古代の人が未来の、まあ、逆なんですけど、実際は古代の人が未来の科学にどう触れてるかみたいなのすごいたまらんですよ。オーバーライド。すげえ。そしてこのアーロイの順応性ね、まあ、ちっちゃい頃から機械に触れてきたからな。任せとけよ。でも合ってるかなんか取り逃してないか。大丈夫か。俺何しに来てるんだここに。ここからも降りられるんですよね。下にもきっとなんかあるんでしょうね。あ、でも下さっきのところか。じゃあ多分合ってんだな。あれはちょっとさ、暗くてさ、何か新しいものが見え、すごい構造がすごいしっかりできてるからさ、新しいオブジェクトがあるたびにビビるんですよ。追跡用に取っておこう。追跡用？敵いないっすね。頼むよ、セーブさせてくれセーブさせてくれ一人だったらこんなお化け屋敷みたいなとこ絶対行きたくないぞ。ゴールかな。ゴールかなってそういうんじゃないよね絶叫病棟みたいなね、お化け屋敷じゃないんだから。待って、なんか戦闘音が聞こえる。なんかいる。違うか。いやー、なんですあれ。とりあえず敵はいなさそう。この空飛ぶ機械が部品をあちこちに運んでいる。これでどこかに行けるかも。盗みを忘れない。コイルといろいろアイテムの効果も分かってきましたね。なんだこりゃ、すげえな。ただどうすんだい。ああ、そうですか。後悔するかも。マトリックス後悔するかも。大丈夫？機械は機械炉で作られてる。マトリックスだ。これさ、降りなくて平気だよね。なんかロープある。いいんだよね。乗ってって。こんなん不安すぎますよ。なんだいあれ、あのビリビリは。なんだろうね。あ、なんか電磁力か何かでこれ運んでるのか。めちゃくちゃ金かかりそうだな。JR 線の方が。これさ、また来れるのかわかんないけど、途中で降りる場所なんか絶対あったよね。絶対途中で降りるとこあったよね、今ね。マジですごい。いるいるいる。これわかんねえな。いやー、ワクワクする。これわかんねえな。でもどこに行けばいいか。迷子とかじゃなくて、嘘でしょ。とりあえずオーバーライドですかね。ただ隠れるとこなくないですか。あ、間違えた。変なとこ当てちゃった。危ない危ない。隠れられてるこれ。ああ、くそ。くそー。こんなとこでどうしろってんだ。あ、でも向こうもそんなに動きにくいか。向こうも動きにくいね。てか、ハテナのマークを見る限り5体はいるぞ。これ厳しい。草むらない。いいからほっといて。ほっといて。仕事に集中して。これどこ行けばいいんです？下？あ、でも降りられるな。あいつらスルーでよかったかと思ったけど、ダメだな、多分。今のは違う。今のはウォッチャーじゃない。とりあえずこっから登るか。そりゃそうだよ。今まで掟に縛られた人がさ、こうだね。でバリアの中には多分入れないね。すごいアイテムがいっぱいある。換気口はどれだ。あれ換気口かもしやん。三角形のアイテムに見えたけど。やつをオーバーライドしたい。いけるか。やるとしたら、いや、いけるか。頼みますよ。なんかびっくりした。オッケー。他のやつらもオーバーライドできるかな。複数オーバーライドやったことないですよ。で、味方のオーバーライドしたやつが見つかってもこっち見つかってないんですよ。待って、なんかいるぞ奥に。うわー、あいつシェルなんたらだな。あれだ。まず数を減らしてくれ。ゾイド戦争をやって数を減らしてくれ。生きてるか、味方も死んじゃった。あ、びっくりした。味方だね。ただウォッチャーは使ってる時間違えると敵に草むらとかないと自分の位置を知らせちゃうから。あとどれ、あれは何、ネットワークアップリンク、操作版、軍用レベルのオーバーライドであれば通用するかもしれない。どういうこと？あ、俺じゃダメってこと？俺じゃダメってことか。ちょっと散歩のつもりがだいぶ長くなっておりますが、ご容赦くだされ。何の音どこなんかいる。なんかいたね。ああ、味方が戦ってんのか。てかシェルウォーカーじゃねえ、なんだっけ、シェルウォーカーか。あいつだよ問題は。弱点は何だ。雷耐性、やり過ごすか。ここの目標がわからない。さすがにこの裏には作業用来ないだろう。サイレントストライクできるけど、なんかかなりの数いる。他のウォッチャーが襲ってくるよね。なんて地味なんだ。見られてる。だから大丈夫だ。最悪あいつをゲットしたい。後ろ向け。もろたでドラギノールだ。頼むぞ。見てるな。かき回せ。あ、何体いるかな、わからんな。自分の味方が勝つかどうかは運だしって。あ、運だしはシェルウォーカーいるから無理だよな。一瞬で片付けられてしまった。そこに換気口があるんだけど違うよね。向こう側だよね。ちょっと待って、これいけるか。見てんだよね。長くなっておりますな。焦るよ。カニにはオーバーライドできないんですよ。通る、そこ通ってくるね。おお、大ピンチ。あーまずい。上がれば大丈夫。来てんな。こいつは。かがんで静かに。やるしかないぞ。ちょ。暗くて見えねえ。どこに行けばいいんだ。どうしたらいいんだ。あ、大丈夫か。この複雑な気候が俺を守ってくれるけど、カニ野郎だけが全然こっちをずっと見つけてる状態だ。なんであぶれ、やるっきゃないこいつ。カニは来れない。やり過ごせ。ここの目標って何なの？ここの目標は何なんだ？あそこに行けって書いてあるんだ。あそこジャンプで行けるか。オーバーライド。オッケーオッケー。橋が作れる。だいぶ真相に近づいたか。アイテムとか取り逃してる気はするけど、しょうがないね。あっち。あれか。キノコはどこでも生えますな。きっと役に立つ。助かりますよ。大きな声出しちゃダメです。大きな声を出しちゃダメですよ。これか。いいんじゃない。そろそろゴールして。いや、ゴールが何なのか分かりませんけど。あ、これはオーバーライドか。オッケー。大丈夫だよな。換気口が見えたら注意だ。心臓部、心臓部に向かってんのか。なるほどね。これは何です。セーブ所ないんですか。本当にセーブ所ないんですか。敵はいないし、換気口も見えないね。いいんだよね、降りて。ここは頑張れと。また管の中行くんですか。でもすぐそこって言ってたから、もうたどり着いてほしい。おお、めっちゃメカメカしい動きしとる。作ってますね。あ、コアをオーバーライドする。あれ、コアか。生き物に見えるけど降りれないよ。そこら中から信号が飛んできている。降りれないよ。あ、降りれた。アイテムゲッチュー。いいよ。すごいレアなアイテムに見えますよ。まだ確認してないですけど、怖くて。ただ、なんです、あの強そうなやつ。どうすりゃいいんです。アイテムゲッチュー。なんか敵いるぞ。戦わないとか。戦うの？あ、やべ。しかし油断した。あ、まぶしい。なんかないか。いいとこで発見。くそ、完成しやがった。どっちかをオーバーライドして、なんかないっすか。正面から2台はきつい。事故る。まずいっすよ。逃げ道がない。やるっきゃねえか。それじゃ別の手だ。オッケー。ただし作れる。もっと行きよかったスリンガー。あっ、です。てかこいつら無限に出てこないよな。あれ、コアって言ってたけど。いててて、うわ、どこです？どこをオーバーライドするんだよね。この上か。あ、そうだ。よいしょ。これで完了か。大丈夫ですか。大丈夫ですか。待って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 。